はい、酒好きなもの苦手での飲酒動画です。今回もチューハイです。日本プレミアムの、東京、沖縄県産パイナップルのチューハイ。果汁、ゲッ！あ、しくった。アルコール度数 3%。果汁が 3.5%。アルコール度数 3% とか買わなきゃよかったな。沖縄の太陽の、をたっぷり浴びて、熟した厳選パイナップル果汁を使用。甘酸っぱくてジューシーなチューハイです。もうただのこれジュースじゃん、これ。原材料名がパイナップル果汁、過去沖縄県産と、ウォッカと加糖ブドウ糖液糖と酸味料と香料と、クエン酸ナトリウムと炭酸ガス。こちら、製造者が合同酒税株式会社、オエノングループでございます。しくったな、アルコール度数 3% か。3% 以下は基本的に買わない主義なんだけど。買ってしまった。買ってしまったものは仕方ねえな。ほぼジュースだろ。完璧。うん。ほぼほぼジュースだな、これ。でもなんか、着色料とか使ってないから透明なんだよね。うん、でもしっかりパイナップルの味はするけど。オエノグループの合同酒税株式会社は、素材の産地にこだわった日本ならではの美味しさを楽しみいただける、日本プレミアムシリーズの沖縄県産パイナップルのチューハイを追加し、6月の23日に全国で発売します。あ、これ2015年の話だ。沖縄県産パイナップルのチューハイは、沖縄産のパイナップル果汁を使用したご当地チューハイで、ジューシーな味わいにこだわり、人工甘味料を使用せずに仕上げました。またアルコール度 3% と軽い飲み口で、爽やかな、香りと甘酸っぱい果実感が贅沢に味わえます。日本唯一の亜熱帯気候である沖縄県は、その気候を生かした農作物が、多く生産されています。中でもパイナップルの収穫量は日本一であり、ゴールデンパイン、スナックパイン、ピーチパインなどと、種類も豊富で、沖縄を代表とするトロピカルフルーツの一つとして下召し迫られています。現在日本プレミアムシリーズは、瀬戸内内産レモンと、青森県産富士リンゴと、静岡県産かぶせ茶使用緑茶と、愛媛県産いよかん、山梨県産白桃の5品種のチューハイを販売しご好評いただけます。緑茶のやつちょっと飲みたいな。見たことないけど。このシリーズ見たことないけど。あんま見たことない。まあでもどちらにしろアルコール度 3% だからマジで。ほぼほぼ買う価値ないレベル。うん。あ、やっぱ 3% っすね。この日本プレミアムシリーズはアルコール度数 3% にこだわってんのか。ほぼほぼ全部。あ、緑茶杯はアルコール度数 4%。それ以外全部 3% ですね。まあ、ほぼほぼこれジュースだ、これ。
ほぼほぼ、酒の、ウォッカを使ってる、酒にウォッカを使ってるから余計に何の味もしねえっていう。酒の味のみじんともしねえっていう。しくったな、アルコール度数、見ればよかった。うん。まあ、でもあれですよね。ん？あれ？こういうほろ酔い的な、ほろ酔いチューハイとかもあるけど、俺一切飲んでねえけど。まあ、ああいうのも需要ある。からね。まあ、需要あるから販売して、それなりに売れてるんだろうから。まあ、女性とかにはいいんじゃないですかね。ただ、さらにぶっちゃけで言うと、別に沖縄県産のパイナップルじゃなくても、わざわざ沖縄県産って、まあ、どうなんだろう。やってなくても、どちらにしろ沖縄県産かどうかなんて、ぶっちゃけ味で判断できっこないし、まあ、ぶっちゃけ外国産でも全く問題ない。むしろほぼほぼ、味なんてまあ変われん、アメリカ産でも変わりやしねえと思う。まあパイナップルは割と、ねえ、メジャーな果物なんで、割とどこでも売ってるよね。うん。割と、どこのスーパーでも、パイナップル置いてるから。まあ、缶詰も置いてるしな。缶詰のパイナップルとかも普通に売ってるし。わざわざ沖縄県産って売って、うん、銘打って売る必要も。日本の美味しさをお届けしたい。そんな思いを込めた日本プレミアムです。むしろコストかかってるから、味に大差ないんだったら別にどうでもいいんじゃない？そんな。味変わんないのに高かったり。まあ、あり得る。あり得る話やからね、チューハイとかで。大して味も変わんねえのになぜか高いっていう。まあパターンで。まあ有機栽培のなんか使ったね、ものとか。まあありますけど。別に普通のパイナップルチューハイと何ら変わりはない。とは思いますね。まあ、コクもそんなにないし。うん、まあ。普通グレーじゃねえ。
2433です。ご視聴ありがとうございました。